翼くん。電話してみよう。あれ、出ない。どうしたのかな。もしもし。翼くん、大丈夫？何かあったの？なんだ君か。俺寝てたから。ちょっと寝ぼけてた。ごめん。起こしちゃったんだね。すぐ切るから、また寝てね。待って、切らないで。え？せっかく君の声が聞けたのに、もっと聞いていたい。翼くん。君は元気？お餅いっぱい食べたか？うん、たくさん食べたよ。翼くんは？ちゃんとご飯食べてる？君は心配性だな。ちゃんと食べてるよ。昨日は焼きそばパン食べた。ぬいぬいが買っておいてくれたんだ。焼きそばパン以外も食べないとダメだよ、ぬいぬいさん。それにそれに発明も進んでるし、なんの心配もないのだ。そっか、ちょっと安心した。俺も君が元気でよかった。俺に会えなくて寂しい思いしてるんじゃないかと心配してたんだ。翼くんってば。君にはいつでも笑っててほしい。君には寂しい思いなんてしてほしくない。だから寂しくなったら俺を呼ぶといいよ。いつでもどこでも飛んでいく。翼くん。本当だからな。そのために四次元空間を自由自在に移動できるマシンを発明してるんだ。完成はまだまだ先だから、それまでは電車かバスで行くしかないのだ。完成を楽しみにしてるね。そういうわけで爆発はしたが、これは成功への序章なのだ。あ、このことはぬいぬいとそらそらには内緒だぞ。俺と君二人だけの秘密だからな。うん、内緒にしておくね。あ、もうこんな時間だ。翼くん眠いでしょ。眠くなんか、そろそろ寝なくちゃ。それじゃあまた新学期にね。おやす。帰ってきて。え？早く帰ってきて。翼くん。翼くんに早く会いたい。俺も君に会いたい。もうすぐ会えるよな。帰ってくるときはメールして。俺バス停まで迎えに行く。分かった、必ずメールするね。約束だからな。俺ずっと君の帰りを首を長くして待ってるからな。うん。そろそろお眠だろ。長話してごめんな。おやすみなさいなのだ。うん、おやすみなさい翼くん。電話を切った後、俺は後悔と罪悪感に襲われた。彼女についた嘘、本当は寂しくてたまらなかった。今すぐ俺のところに帰ってきてほしかった。なあじいちゃん、寂しいって気持ちはどこから来るんだ？どうして簡単になくなってくれないの？寂しい。胸の奥がぎゅっと痛くて、ちょっとだけ泣きそうになる。一人でいいって思ってるのに、寂しい気持ちはなくなったりはしない。こんな気持ちいらない。余計な感情だ。捨てることができたら、
どんなに楽なんだろう。何も考えたくない、何も感じたくない。今は何も、会いたくてたまらない気持ちを振り払いたくて目を閉じてみる。だけど逆効果だった。まぶたの奥に彼女の笑顔ばかりが浮かぶから。こら翼、待て！にゃー、ヌイヌイが追っかけてくる。まったく、二人とも少しは落ち着いてください。うぬぬ、新年一発目の発明品が失敗だなんて縁起悪いな。縁起が悪い悪くない以前に、まず先にやることがあるだろうが。うの、おいおい、本気でわからないって顔するなよ。まずは俺に謝れ。ぬいぬいの顔が焦げてる。ブサイクブサイク。なんだとこら。新年も相変わらずですね。少しは成長していただきたいものです。そうみたいだね。だけどこの光景ももうすぐ見納めだよね。はい、そうですね。あと何回見られるんでしょうか。うん、ふぅ、やっと翼の後片付けが終わったか。よし、会議を始めるぞ。ようやくですか。新学期からこれでは先が思いやられますね。まあまあ、二人とも。そうだそうだ、ほらちゃっちゃと済ませてよ。どうい、誰のせいで会議の開始が遅れたと思ってるんだ。お前のせいだろうが。あれ、そうだったっけ。もう忘れちゃった。はぁ、会長、翼くんには構わずに始めてください。そうじゃないといつまで経っても始まりません。そうだな。じゃあ始める。今日の議題は次期生徒会選挙に向けてだ。次の選挙。星月学園の生徒会システムは自由だからな。誰が立候補してもいいことになっている。だが昨年は俺様が偉大すぎたんだろう。誰も立候補者が出なかった。じゃあ今年は。俺は卒業するから引退せざるを得ない。次の生徒会長には俺が培ってきたものを全て引き継いでほしいと思っている。もちろんそれだけじゃない。さらに新しいこともどんどん取り入れて星月学園をもっと発展させてほしい。
申し訳ありません。僕に何かを期待しているんだとしたら、その期待にはお答えできそうにありません。僕は人の上に立つことに向いていませんから。ハヤト君、そらそら。ハヤト、俺はお前に素質があると思っている。少し考えさせてください。わかった。ハヤトが答えを出すのを待っている。よし、今日の会議はこれで終わりだ。お前ら自分の仕事に取り掛かれ。はい。ねえ翼くん、ところでさっきは何の発明をしてたの？翼くん、翼くん、どうかした？なんだか元気ない？どうしてだ？俺はいつだって元気だぞ。さあ、実験。あ、翼くん。会長、お疲れ様です。何をしているんですか？引き継ぎ作業だ。俺が残せるものは全て残しておきたいからな。引き継ぎ作業。ハヤト君と翼君はいないんですか？今日は生徒会の活動日じゃないからな。そうですか。あれ、翼くん？翼くん、寒くないの？こうやって降り積もる雪に埋もれて消えてなくなりたくなることがあるんだ。翼くん？ねえ、人にはなんで感情があるんだと思う？え、その方が楽しいからじゃないかな。その方が辛くなることもあるよ。どういうこと？あってもなくてもいいものを神様は人間に与えたんだ。なんで？俺はいらないよ。感情なんて邪魔なだけだよ。いらないこと考えちゃう。翼くん、何でも話して。え、わからないこと、苦しいこと、悩んでること、一人で抱え込むのって辛いよ。私が知ってることなんて少ししかないけど、一緒に考えれば何か分かることがあるかもしれないし、ね。君に頼ってもいいの？もちろん、頼りないかもしれないけど、翼くんの話、私に聞かせて。うん、そうする。ありがとう。私は翼くんが好きだよ。笑ったり怒ったりムキになったり、そうやって一生懸命生きている翼くんが好き。きっと和樹会長も隼人くんもそう思ってる。だからいらなくないよ。翼くんの感情はいらなくない。そうだといいな。どうしてそんなこと考えちゃったの？わからない。ここのところ
ずっと同じことを考えてる。ぐるぐる同じことを。それじゃあ一緒に考えよう。翼くんが考えなくても済むように一緒に。寒いのか？うん、ちょっと。じゃあ手冷たいからあんまり効果ないかもだけど。ん？何？翼くん、昔俺が寒いって言うとじいちゃんがこうやって温めてくれたんだ。ばあちゃんにもしてた。ばあちゃん、じいちゃんがこうすると怒るのにどこか嬉しそうだったんだ。俺も嬉しかったし、だから効果あるはずだよ。そっか、ありがとう。それじゃあせっかくだし一緒に寮まで帰ろうか。うん、そうだな。そうしよう。このままだと君が風邪をひいちゃうな。